久保さん一人社長は正義にしましょうか <laughs> まあ久保さんもね多分一度は二度あるんじゃないかなと思うんですけどもまあ従業員を雇っててねまあもちろんその従業員がなかなか動いてくれないっていう葛藤もありつつ中にはたまにね従業員が動いてくれて勝手に売り上げが上がっていていい感じにお店が回っているとああ従業員 に任せとけばいいかなみたいなあやってくれるなみたいなその期待ですよね従業員に期待して自分は、まあ、まあキャバクラで飲みに行くみたいなね <laughs> <laughs> まあ僕もね昔そのまあ、従業員雇ってた時にまあ両方あるんですけども天狗になったのがやっぱね自分がそのガツガツやんなくてもある程度売上が上がっ しまうっていう時もあったりとかしてやっぱそこに重んじる甘んじる、えー、天狗になるっていうところがあってまあ結局今一人社長やって思うのは一人社長が一番最強だなと思いますなぜならば誰も頼る人がいないんですよ誰も頼る人がいない誰も相談する人がいないこの中で借りしていかないといけないので常に考えるし常に自分でアクションを取っていかないといけないっていう状況かなので多分ね一人社長が一番最強だとは思いますねであと小回りも聞くし まあリスク的な部分に関してもまあ低いですしね。だから一人社長っていうのが本当に僕はおすすめですね。一人で会社を経営する、一人で社長をやっていく、一人で生きていくというかね、一人で稼いでいくっていう、要は誰の力も借りない、た借りないっていうのはちょっと語弊があるかもしれないですね。 その借りるためにどうすれば借りれるのかどうすればジョイントできるのかっていうその思考プロセスだったりアクションは必要だったりするんだけども何すかね依存ですよねその社員に依存するとか他人に依存するっていうものに関しては自分を退化させてしまう傾向がありますのであの自分で考えて行動できるしていくっていうのは非常に大事なのかなとでその中でやっぱ一人社長っていうのがやっぱ最強なんじゃないかなと思いますねだ一人社長が最強とかにしておきましょうか一人社長